はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。今回もこのゲームやっていきたいと思います。今回のスキルはこれ、カウンターと、前回とは違いますよ、カウンターと、あとこれフラッシュですね。で、なんでフラッシュ持っていくかっていうと、カウンターって相手が攻撃してくるタイミングに合わせないと使えないんですけど、フラッシュと組み合わせることによって、こっちが、誰が自分を狙ってるハンターかって分かれば、一方的にカウンターをすることができるんですね。このフラッシュでひるませて。っていうので、この2つの、ペアのスキルでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。今回部屋はね、格上が多いので、かなりきついかな。ちょっと裏でカウンターの練習をしてきましてね。まあ、うまくいくかな。わからないですけど、ちょっと頑張ってみましょう。武器が近くにねえな。っていう状況で敵が近いんですよね。これあっち側の誰かですね。で、俺を狙ってんのも一人。あ、俺じゃない。何よ。バレてる。誰、どっかから見られてる。あの赤い帽子かな。はい、いたね。こいつなんで、パーンとやって、これで強制的にカウンターができるわけです。まあ今のはね、誰がターゲットか分かってたので、簡単にできたんですけど、まあ、予測しながらだとなかなか厳しいですね。今の走って逃げたやつが私が狙ってる相手になります。お、完全バレちゃってるんでね。あ、カウンター食らいました。はい。こんな感じでね、フラッシュを使わない方のカウンターは、あんな感じで、こっちが攻撃するタイミングに合わせないと使えないんですよね。おそらく。なので、まあ、フラッシュと組み合わせる方が使いやすいとは思うんですけど、まあ、そうするとね、もうそれだけでスキル枠埋まっちゃうんで、あの正面から歩いてきてるおっちゃんか？いや、違う。その奥の女か。え、OK！ よし、落ち着いていこう。今、一人ね、狙ってるけど、まあ、見られてないな。から、落ち着いてちょっと武器を取りに行きましょう。だから今まではね、結構やっぱ追っかけすぎてた、自分のターゲット。だからカウンターを持つと、やっぱりどっちかっていうと自分が狙ってる相手よりも自分を狙ってる相手を意識するから、その方がね、周りがね、よく見えますね。あの赤い女かな、多分。おそらくそうだと思います。あ、あいつですね。バレてる。なんであんな走り回るかね。あれバレてるとカウンター食らうんだよな。これってさ、こっちからさ、フラッシュ投げて、で、それでぶっ刺すことってできるかな。できるならやりたい。こいつですね。オッケー。俺以外のやつにも狙われてたのか。不運だな。俺もあのまま追っかけてたら、多分今みたいな感じでカウンター食らってたんで。前のやつがうまいこと身代わりになってくれました。あ、見られて。こいつじゃないな。これですね。はい、これが。まあ、フラッシュ使ったカウンターって感じです。うん。もう一人俺狙ってんだよな。で、俺のターゲットは同じ階にいるのか。今5点の武器持ってるんで、ちょっとこれはきっちり決めたい。あ、結構近いな。すぐそこじゃないの。斜め前。あ、違うな。この部屋じゃない。今のおっちゃん、あの緑のおっちゃんですね。おそらく。あ、違うか？多分、こいつ、合ってたー！よしよしよし。今1位ですね。いいね。武器取って、ちゃんと。よし。あ、しかも、今誰にも狙われてない。これは気楽。で、俺のターゲットは同じ階にいると。で、前回みたいに、姿変えるのがないんで、
あれはほら、あの、目のゲージも下げれるの、下のね。だから結構重宝してたんですけど、あ、お、誰だ俺狙ってんの、ちょっとわかんないぞ。見られてる。これをやると、うわうわ、こいつ来たね。今カウンターやってんのバレて、多分攻撃してこなかった。赤い女ですね、私のターゲット確定です。 OK。 あ、やべ、目ついちゃった。そう、さっき言い返してたね、あの目のマークをね、減少させることができるので、あの前回使った変装のやつは今回それがないからな。ちょっと定期的にこういうとこで休みながら、どっちかっていうとね、敵がね、あ、間違えた、近づいてきてくれるのを待つしかないんで、あの追っかけすぎても、そうするとね、ちょっと自分狙ってる方へのね、注意が散漫になっちゃうんですよね。さあ誰だ、俺今2人から狙われてるからすごい緊張してんだけど。下の階に、お、1人になった。こいつ、多分こいつ、よし、危ねえ。カウンターだけだとさ、やっぱり、あ、でもあれかな、カウンター使わなくてもいいのかな、もしかして。あの、なんだ、フラッシュ使えばできんのかな、あのカウンタースキル使わなくても。絶対これなんですよ。OK。 多分すぐね、やってたらカウンターかなんか決められてたかもしれない。ちょっとワンテンポ置きます。上の階か。ちょっと4点の武器拾いたいな。まだ1位。あ、結構圧倒的1位ですね。今俺が52点、2位が26点なんで。これはちょっと余裕がある。ゆっくり、ゆっくりやろうか。あと3分あるんで、まあこのペースでいけば逆転されることはまずないかな。あ、あれ誰だ、今のすれ違ったおじさんだよね、多分。あ、来てる来てる、追っかけて来てるわ。あ、バレた。まあそうだよな、入ってきたし、俺が入ってきた瞬間にドクロマーク点滅しますもんね。試してみましょう。それで、あ、カウンター使わなくていいんだ。ごめん、間違えてました。カウンター使わなくていいんだ。ってことは別にカウンターなくてもフラッシュだけでもいいかなとか思っちゃってるんだけど、どうだろうか。あの目くらましさえできればカウンタースキルなくても、引っ叩いて強制的にターゲットを変えさせることが可能なようなので、あいつか、あの帽子か、あ、確定確定、このばあちゃん、このばあちゃん、バレてる。やっちゃいましょう、しょうがないね。あ、でもそう考えると俺はカウンタースキルは持ってこなくてもいいかもな。ちょっと次はまた調整して、次の動画ではね、また別のスキルでフラッシュとなんかさらに相性良さそうなものをなんとなく探してちょっとやってみようかな。ごめんなさいね、ちょっとあの動画の前半で言ってた情報がちょっと間違ってました、申し訳ない。この先にいる、あ、俺狙ってんのあいつか。お、どこだ、お、待って、
あ、あいつか、あれが俺を狙ってるやつですね。まあそれはいいとして、多分俺のターゲットあのばあさんかな。え、どこだ？あっち行ったな。先回りしましょうか。これで左曲がれば、あ、やばい、いた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 、この人ラグ。あ、いやー、カウンター持ってるか。まあこんな感じですね、今回は。一応1位取れてるな、取れてるね、多分。ちょっと後半ね、伸びが悪かったかな。とはいえ、まあ1位をカウンター取りつつ、1位を狙えたので、こんな感じでも良いのではないでしょうか。ということで、また次回もね、頑張ってやっていきますので、よかったらまた遊び来てください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。